間違えてはいけない発表をしますので、ちょっと原稿を見ながら話をさせ
私からですね、実物大ガンダム立像に続く、新プロジェクトの発表をさせていただきます。我々はですね、2017年、秋を目標に、実物大ユニコーンガンダムの立像を、成果に貢献していきたいと思います。このユニコーンガンダムなんですが、2010年からですね、映像展開しました。機動戦士ガンダムユニコーン出てくる、主役の森俊一です。で、この新プロジェクトのお話をいただいて、たくさん、いろんな方とお話をして、何の機体にしようかというふうにかなり、悩みました。で、ユニコーンなんですが、ユニコーンにした理由がいくつかございますですね。まず、このRX78 に続く、宇宙世紀のものであるということが一つ。それから、ユニコーンガンダムは、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、小説からスタートしてですね、映像展開と同時に、ブルーレイを売ったり、ネット配信をしたり、非常にチャレンジな、ことをしました。で、やはり、我々常にガンダムはですね、チャレンジを、忘れてはいけないので、ユニコーンを作るということがですね、かなり、ポップメイキングな、作品であるということを加味して、ここに、実物大のですね、ユニコーンを作ることにしました。まあ、結果的に、国内外のお客様にですね、たくさんのお客様に、ご支持をいただいておりますので、ぜひぜひ2017年秋にはですね、ここにユニコーンガンダムが立ちますので、ご期待ください。で、ユニコーンガンダムなんですが、意識もですね、ユニコーンとの一角獣で、番組の中とか作品の中に、可能性という言葉がたくさん出てきます。で、可能性の、象徴ということでユニコーンが出るんですが、そのような意味でも、我々はですね、宇宙に住むことの可能性、人と分かり合うことの可能性、それから人の持つ可能性をですね、この場でですね、皆様に、アピールできればというふうに考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。もうあと2つほどございます。同時にですね、大橋、東京プラザ7階にはですね、2017年7月を目標に、株式会社バンダイが、ガンダムベース東京をオープンします。これはガンプラを中心としたですね、世界で一番大きな、機関店になる予定ですので、ぜひご期待ください。それからこの後ろにあるガンダム立像ですが、これはですね、今やっております、2019年20年に向けてやっておりますガンダムグローバルチャレンジ、これにですね、予想を新たに、進化した形で、出したいというふうに考えておりますので、本日でですね、公開の、最終日とさせていただきたいと思っています。ガンダムシリーズは、常に、新しい可能性を求めて、チャレンジをし続けてまいります。ぜひぜひまたここにですね、ユニコーンが立ちますので、秋には皆様とですね、この場でまたお会いできることを、楽しみにしております。ありがとうございました。それではこの後ステージではピアノ三重奏による機動戦士ガンダムスペシャルメドレーをお送りさせていただきます。編曲はシリーズ最新作機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズの音楽に携わっております横山勝様によるものです。お願いいたします。曲名は愛戦士巡り合い止めガンダムの3曲です。編曲担当の横山様よりコメントをいただいておりますので、ご紹介させていただきます。機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズまで至る機動戦士ガンダムシリーズの歴史は38年にもなります。誰もが聞いたことがあるファーストガンダムの楽曲、その重さを感じながらピアノ三重奏にアレンジしましたということでございます。どうぞ皆様楽しんでお聴きいただければと思います。